ダイアン津田、メルセデスベンツ購入へヒロミ&シソンヌ長谷川&スノーマン佐久間大介がおせち会。タレントのヒロミ、お笑いコンビシソンヌの長谷川忍、9人組グループ、スノーマンの佐久間大介が出演する日経バラエティ、ヒロミのおせち会が17日午後3時から放送される。同番組では、ヒロミがロマンあふれる買い物経験を生かし、人生を左右する大きい買い物に悩む芸能人たちにアドバイスを送る。買い物好きの長谷川、佐久間と共に3人で、悩める人気芸能人たちの買い物をおせち会、する。今回は、成功者の証である高級車のメルセデスベンツが欲しい津田篤宏、ダイアン。結婚を機に両親への感謝の気持ちを込めた布団をプレゼントしたい西野未姫、財布と一点物のジャケットが欲しい俳優の柄本時生がゲスト出演する。24歳でベンツに乗っていたというヒロミは、津田の初ベンツ購入をおせち会。テレビ取材初の電気自動車専門店など幅広い店を4人で巡り、津田のベンツ購入を手伝う。ヒロミたちを乗せて、実際に東京の街で試乗も、都内で初めて運転するという津田が3人を乗せ、男4人わちゃわちゃドライブする。